起立礼着席、皆さんこんにちは。ブルース・ブラザーズではございません、ザ・チョッパーズ・リボリューションです。おい、拍手。はい、じゃあちょっと、難しいことは自己紹介とともに君から言ってもらおう。レッツゴー。いつ発売なの？そこからですか。あ、ベースの村田孝之です。そうそうそう、今回キューブレコードさんの低音シリーズより、2012年10月10日、チョッパーズ・ザ・チョッパーズ・レボリューションファーストアルバム「チョッパーレボ」が発売になりました。そんなところでございましょうか。軽いね。それでは、村田君に続いて、はい、自己紹介と、はい、この CD の聴きどころをバーッて言ってレッツゴー。マジですか。あーどうも、ベースのベースかな。みんなベースだった。みんなベースでした。なんて言うんですか、ベース3号ぐらいでしょ。そうしましょうか。じゃあ3号の、ベースいくらです。2号です。2号です。そうです。もうやっぱりナルチョ巨匠がいると全てのルールが覆っていくんですね。またまた。はい、聴きどころ聴きどころ。今回の曲はですね、まあズクズクバー、ズクズクバーって言ってあと、ぷや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 っと言ってるとこが気どころじゃないですかね。どうですか。そうですね、はい、おすすめとこは、おすすめと聞きどころ師匠、ちょっと、はい、おすすめはですね、ジャケットですかね。ジャケットですよね。ジャケットですね。でも、低音レベルと思えないような、舐めてますよね。舐めた仕上がりです。はい、いいですか。僕は見たことないです、ああいうの。そうですか、はい、ね、皆さん今後、もう発売後なのでね、皆さん手に取って見てるかと思いますが、はい、はい、どうですか、舐め腐った。舐め腐ったね。真剣にやってましたよね、はい、先生。よろしいですか、それで。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ私がですね、ベース界の長老ですかね。あ、ご長寿。ベース界のご長寿。成瀬芳郎と言います。紹介遅れまして、すいません。で、低音レーベルといえばいろんな先輩方がね、今まで出してますよね、はい、例えば、はい、それはもう日野健二さんと、日野健二さんと、はい、それは須藤光さんと、須藤光さんと、ブライアン・ブロンバーグ、ブライアン・ブロンバーグと、あと分かんないです。あら、他にいませんでしたか。桜井哲夫さんと。そうですよね。はい、もうそれぞれの大変な先輩方がね、はい、いい CD を出したんですが、それをもう全部ぶっ飛ばすぐらいの、はい、はい、気合でもって制作いたしました。携帯が、ね、今ボケなとこで、僕の携帯です。そうですか。本当に失礼しました。大体我々はもう、ね、忙しい人たちが集まってやりましたからね。そうですよ、はい、もう本当に暇なんですけども、はい、そんな感じでもってね。そうそう、これカンペ見てるんですけども、こんなもんですかね。もっと喋りたいけど。そうですね、まあレコーディングの話ですね。レコーディングもそうですね。でもこういう話ってね、面白い話いっぱいあるから、ぜひともライブに来てもらってね。そうですね。そうそう、ライブはいつ。10月の26日から、うん、いろんなところ回りたいですよ、ね。26日はどこなの。東京は目黒のブルースアレーというところを皮切りに、はい、はい、各地回ります。多分もうこれが出てる頃には発表になってると思いますので、はい、何らかの告知をその CD とともに見てるじゃないかと思うんですけどね、はい、ぜひチェックして、いろんなところで僕らを見かけていただければと思います。はい、ということでございますね。そんなもんでよろしいですかね。はい、はい、じゃあ、宛先はここで出てますんでね。何の宛先だよ。そんな感じだな。はい、はい、とにかく10月10日、チョパレボを発売いたします。我らがザ・チョパリボリューション。よろしくお願いします。はい、おしまい。はい、お疲れさーん。お疲れ様でした。撤収。よろしいですか。よろしく。